まあ、では早速、ドラマの見どころを伺っていきたいんですけれども、古川さん、やっぱり今回もキスシーンですかね。そうですね、キスシーンはやっぱり結婚後の話なので、シーズン1と比べると3倍ぐらいは多分あると思います。3倍ってかなり増えましたね。結構増えてます。はい、もうね、古川くんのキスシーンあって僕はないっていう。なんかすごい見てて、まあもともと1からもう僕大ファンで見てたんですけど、まあ、2になって、まあ、出るって決まって、鴨狩啓太としてこの入江直樹様に嫉妬させるっていう役割じゃないですか。そうだね、まあ、俺はそこに入っていくのがすごい大変だったんですよ。まあ、ごめんけど、鴨狩にはごめんけど、うん、俺はキスシーンあったから、うん、もうここは2人はもうキスしとるで、いたずらなキスしとるで。金ちゃん、うるさいな。金ちゃん、今の言い方だと、入江君と金ちゃんがキスしてるみたいな。いやいや、そんなはずないやろ。